慌ただしくきちんと挨拶ができていなかったので手紙を書きました。お父さん、お母さんが39歳になるとき、私はやっと生まれました。二人が奈良に引っ越すまで子供ができなかったのは、私がお父さん、お母さんの娘として生まれてくるためだったんだと思ってます。そして小さい頃のアルバムを開くと、たくさんの写真があり、その一つ一つのコメントを読むと、とても可愛がられていたのが本当によくわかります。そんなお父さんお母さんですが、高校を卒業するまでは厳しかったように思います。よくお父さんたちは人より10歳年が上だから、10年早くいなくなってしまうんだからしっかりしなさいと言われていました。そして小さい頃から何をするにも困らないようにいろいろと一通りのことを教わりました。ズボラの私が何も問題なく一人暮らしを始めることができ、今も家庭を持っているのはそのおかげだと思ってます。いつもいつでも自分のことは我慢して、まず私や雷太くんのことを考え優先してくれるお父さんお母さんだから、私は早く大きくなってたくさん喜ばせてあげたいと思ってました。そしてそう思うことで頑張れたこと、成長したこと、乗り越えられたことが数々あるように思います。今の私があるのもお父さんお母さんのそんな深い愛情があったからです。お父さん、いつも守ってくれてどうもありがとう。結婚相手は父親と似ているとよく言うけれど、誰もなぜかどこか似ています。これからは彼にしっかり守ってもらうので安心してね。お母さん、尊敬する女性はと聞かれたら迷わずにお母さんと答えます。いつも話を聞いてくれ、的確なアドバイスをありがとう。お母さんから習いたいことたくさんあります。何でも話すお母さんは憧れでもあり私の目標です。最後に、私を産んでくれてどうもありがとう。大切な人と出会えて、これから二人で歩んでいくことができ、私